はいどうも、昆虫たち発足です。今日ね、東京の大手町にてこちらのインセクトフェアっていうイベントがあったので、そちらに行ってきました。見てもらったら分かる通り、いろいろ買ってきましたので、今回はそちらを紹介していきたいと思います。こういう標本の即売会系のイベント、去年の日本橋のやつが僕初めてだったんですけど、今回のこれめっちゃ広かったっすね。なんかすごかったです。どうやらなんか国内最大級どころか世界最大級ぐらいのイベントらしいので、もう人がすごかったです。主に昆虫標本とか生態ですね、生き虫、クワガタとかが結構多かったですね。あとは書籍とか、他にも昆虫とか生き物のグッズとか、あと標本を作る道具、備品とかが売っていたりします。インセクトフェア、今年はね、赤色っぽいんですけど、この青色のやつは今日一緒に行った某不審者からカツ上げてきました。これくれーっつって、お、いいっすよってもらいました。ありがとう。というわけで、いろいろ買ったので紹介していきたいと思います。はい、まず切手ですね。昆虫の切手、これ3枚で100円だったので、まあ買うでしょうということで、結構ね、昆虫柄の切手も集めてたりするので買ってしまいました。メガネ取り針の波形ですかね。あとはカルナシウスの何か、そしてこちらの書籍、八重山諸島最終観察地ガイドっていう本ですね。やっぱ石垣島とか行くときにどこで採集したらいいのかなとか、そういったことが一目瞭然のこの薄い本、これ前々から欲しかったのでようやく入手することができました。まあ今回の出品の中でこれが一番高い金額だったんですけど、続いてこちら、標本作成用絵付き針。主に蝶とかガを転写するときに使うような細かい作業をするとき用の針ですね。ちょうどねこういうの欲しかったので、3本セットで500円、かなり安いですよね。いろいろね、細さも曲がり具合とかも変わっているやつなので、ちょっと便利かなと思って購入しました。これで標本作成が赤だるといいですね。はい、まずこちらを紹介しましょう。昆虫標本といっても2種類に分けられていて、転写転足されてないようなパッキングされた標本、または三角紙標本か、転足転写された、もう完成の標本の、大体2種類があります。こっちが蝶とかガで言うと、形が全く整えられてない状態で、売ってあるやつですね。で、一方こちらがもう形を整えてあって販売してあるような標本になります。こうやって持ち帰り用のケースを作っておくと便利です。これはね、100均のタッパーにこう発泡スチロールみたいな素材を両面テープで貼ってあるだけの簡単な簡易的な標本箱みたいな感じなので、もしねこういうイベント行く際はこういったものを作ってからイベントに臨まれるといいと思います。現地でもね、標本箱売ってるけど結構わちゃわちゃしちゃってるので、自宅でサクッと作る方がいいかと思います。形を整えてない状態の標本もタッパーとかに入れておくと、まあ他の荷物とぐちゃってならないで壊れずに持って帰れるので、こういったものがあると便利です。じゃあ早速紹介します。はい、まずこれでっかいね、でっかい三角紙、こちらが入ってます。これ多分与那国さんなんですけど、メスを購入してきました。オスってすごく油が出ちゃって、ちょっと油抜きが難しいイメージがあったんで、とりあえずメス でさっきねチラッと中見たんですけど、でかすぎて転写板がないかもしれません。どうしようか。続いて、今回は昼飛んでるガと、あといつものベニモンアゲハルイを、買ってきました。こちらツバメガ系の仲間だと思うんですけど、美しい昼間に飛ぶガですね。でこの辺が青尺シリーズ、ディスパニア族シリーズ、この辺僕ちょっと集めようかなって思ってるので、この辺を全部中高生のトラ尺、青尺、なんかそういうやつがいるんですよ、ディスパニア族っていう。これいろいろ今回ざっくりいくよ、というか詳しい説明できないのでざっくりいきます。あとはベニモンアゲハルイですね、アクリオプタ族とか、あとロザリア、去年もロザリア買ったけど、これは買ってない種類だったんで、これと、あとまあベニモンアゲハなんてなんぼあってもいいですからね。これスンバ島のベニモンというかジャコアゲハっぽいやつ、面白かったので買いました。ベニモンアゲハは無限回収してもいいですからね。で三角紙標本こんな感じです。続いて転写標本いきます。今日はそんな買い物するつもりなかったんだけどな、なんとなく行ったらなんとなく欲しいものがたくさんあって、なんとなく買っちゃいました。お金くれー。はい、じゃじゃん。まあ例のごとく僕もよく分かってないので適当に紹介します。これ何の山眉だったかすら忘れてしまった。マレーシアサバ州の山眉画です。なんか良さげだったんで買いました。こちらはアゲハチョウ系の何か、なんとなくジャコアゲハっぽい感じするんだよな。アケボノアゲハとかその辺になんか近い種類のような気がします。こちらはジャノメ蝶系ですね。
はい、なんか綺麗だったので購入しました。あとこちらの昼のガらしきガ2種、これ何ガですかね。でこのね4頭で2000円だったのでめちゃめちゃお得じゃないですかね。こういうなんかサービス的な感じがあるのもイベントならではですね。さて続いて、この箱の中のやつを紹介していきましょう。こちらのこれミヤマカラスアゲハなんですけど、いやーこれ画面じゃわかんねえな、これ肉眼が最強なんですけど、これめちゃくちゃ綺麗で、どうやらあの対馬の個体の飼育品らしいです。めっちゃ綺麗でしょ。あーごめん、これカメラじゃ伝わんないわ、すまん。これね、あの先ほどの八重山のガイド本買った時におまけでついてきました。なんと素晴らしいですね。オスのミヤカラなんですけど、綺麗すぎてミヤカラ取りてー。でそれからこちらの黄色いでっかい山眉がカメルーンのおそらく歯車山眉系だと思うんですけど、今年ね奄美で歯車山眉で捕まえて、それ以来ちょっと歯車山眉系集めたいなと思って、海外のやつね集めたいなと思ってたので、ちょっと目に入って多分歯車山眉の仲間だろうと思って購入しました。え、裏側こんな感じなんだ、おもろ。全身の感じがねすごい歯車感があるんですよね。でそれから同じ箱に入っていたこちらもカメルーンの蛾なんですけど、これもねまた良い蛾で、おそらく歯車ヨトの仲間なんじゃないかなと思います。黄色い歯車ヨトみたいな何か、そして全身の模様が赤いと、ちょっとこれはバカなんで、うわこれめっちゃいいなと思って購入しちゃいました。こういうのを集めたいですよね。こういうのなんぼあってもいいな。はい、カメルーンの歯車ヨト的な何かでした。それからはい、こちらはよくわかりません、ヤガ科の何かでしょう。なんか七夕ヤガーとかその辺に近そうな匂いがするんですよね。羽の模様と形的によく見るとちゃんと美しい、ガって美しいですよね。そんな感じです。とそれからこちらもガなんですけど、マダラガ系の何かですね。あ、これ触覚が飛んでるんだ、右左も修復した跡ありますね。これも多分中高性能画ですね。いわゆる国内でいう薩摩錦とか沖縄ルリチラシとかその辺の仲間と近い種類だと思います。白地に青い模様がすごく美しかったので購入しました。はい、そしてこちら、これね結構気に入っていて、これガなんですけど、あのアゲハモドキって日本にもいるんですけど、それの台湾産のアゲハモドキで、かつちょっと白化個体、要するに白くなった個体ですね。でこれ白まだまだと弱い方で、別の個体とかはこっちの尾状突起の方まで白くなってて、でこの腰の赤い模様あたりも白くなって薄くなってるっていう個体は、これのゼロが1個増えた感じでしたね。それも欲しかったけど、まあ金銭的にっていう。とはいえでもこの個体もかなり白っぽくなってて、美しい面白い変異だったので。面白いよな、なんで白くなんだろうな、これ何に似せてるんでしょうね。ジャコウアゲハに似せてるのか、その台湾の方の白っぽい特徴ってなんだろうな。はい、というわけで今回は大手町インセクトフェアの戦利品紹介動画となりました。あの会場内は撮影禁止なので、こういった戦利品紹介動画になりましたが、同じ趣味のいろんな熱量の人がいるので行ってみるだけでも楽しいかなと思います。今回もあの生き物手改正さんと、蜂と芋虫と時々何かさんと一緒に回ったんですけど、あの今回もありがとうございました。蜂芋さんに至ってはずっと案内してくれたので大変感謝です。それからあの芋虫の感想標本もいただきまして、これがなかなかね出展者の方も何それってなるぐらい面白い標本だったので、ぜひね気になった方は彼のチャンネル、Twitter の方チェックしていただければと思います。いずれなんか2人で出展したいねっていう話もしてたので、ぜひぜひチェックしておいてください。次のイベントこれかな、インセクトファン、僕これ多分行くと思うので、はい、行きます。いやー買いすぎた。はい、というわけでまたねイベント行ったらこういった戦利品紹介動画上げていきたいと思います。今回もガとチョウ、あ今回ガ多いな、今度はいろんな虫買いたいですね。はい、それじゃあまたね、お金もさようなら。